今回紹介する豊中っ子は、空手を頑張っている上原さすけさん、小学2年生。上原さんは極真空手をしていた父親に憧れて、3歳の時に豊中市内の空手道場に通い始めました。空手を始めたきっかけは、お父さんの空手の試合を見て始めたくなったんです。上原さんは道場に週1回通い、突きや蹴りを打ち込む基礎練習のほか、ミット打ちや組手などで技術を磨いています。好きな練習は組手、みんなと戦うところが好き。上原さんが取り組んでいる空手は防具付きの直接打撃制を採用。この日は組手の練習を行いました。日々技術を磨き合っている上原さん、昨年開催された大阪府ジュニア空手道選手権大会で優秀な成績を収めたことから、今年3月に国際的に活躍するアーノルド・シュワルツェネッガーさんが主催する国際大会に出場。開催地のオーストラリアで見事優勝に輝きました。試合で注意したことは、あんまり後ろに下がらないこと。優勝する自信はあったの？あった。最初に練習をしてていけるなと思った。試合前の練習で勝利への自信を感じた上原さん、大会の決勝では地元オーストラリアの選手と対戦。打ち合いが続く中、膝蹴りを決めるなど練習で身につけた動きを発揮し、4対1の判定で勝利を収めました。優勝した時の気持ちは、オーストラリアで優勝してメダルをもらいました。嬉しい気持ちでした。今後の目標は、8月の宝塚カップ大会があるから、それで優勝を目指したいです。国際大会での活躍を自信に、次の大会でも優勝を目指して頑張れ、上原さすけさん。